everyone! How are you? Can you hear me? If you can hear me, wave at me, please. 今私の声聞こえてたら手振ってもらっていいかな? Hi! So, so, so good to see you again! I hope you're having a wonderful, wonderful beginning of the day. And let's have fun together! じゃあね、今日は、遅く始めてその代わり新しいことはやらないっていう日なんだけれども軽く復習だけしよう。まずさ、さしすせそとざじずせどの練習もうみんなね完璧にできると思うんだけれどもこれを5回ずつ言ってみよう。せーの、まずはじめさしすせそからいくよ。せーの、さしすせそ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 。 Perfect! じゃあ次、ざじずぜぞでまた5回いくよ。ざじずぜぞ、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 ざじずぜぞ。 Awesome! これでさ、もうみんな日本の人の多くができない TH の発音が完璧にできるようになってるからね。じゃあね、あとさ、昨日一昨日あたりやってた R の発音も言ってみよう。でさ、もうね、あの R の発音そのものはわかると思うの。まず舌を上に上げて、でその時に舌の上側と上の顎の間にちゃんと空間を空けて、舌のこの両脇だよね、この両脇あたり、ここの黄色いところ、ここを歯の内側につけるようにして、でこの白いところがあのちゃんと上とくっつかないで空洞になるようにするってやつだよね。じゃあこれでって言ってから後ろに舌を引くとって音になって、これで R の音ができたよね。じゃあこの R の音を使ってまずこれをやろう。もうみんなおなじみ Bird、 これ5回言ってみるよ。 Bird、 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 Bird。 Great。 今の Great の R っていうのも R の音だね。じゃあ次にこれももうだいぶやったよね。 Girl、 これはちょっとあのR の後にすぐ L が来るけれども L はこういうやつだったよね。だからこれとうーっていうのとその前のうーっていうのはだいぶ下の形が違うから、あのねゆっくりやれば絶対間違えないと思うのよ。ただしあの下の使い方がさだいぶ違うじゃん、このうーってやってからうーっていくのって。だから少しね慣れてないと時間がかかるかもしれない、あの移動するのにこの下が。でもねそのうち慣れていくから大丈夫よ。じゃあいくよ、5回。 GirlGirl, girl, girl, girl。 こんな感じ。 OK。 じゃあね、あとさこれもやったよね。これあの猫がミャーミャーじゃないや、ゴロゴロって喉鳴らすやつ。じゃあこれも5回いくよ。 purr, 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 purr。 Awesome。そしてこれもやったよね、猫つながりで。これ毛皮とかあの猫の毛、猫とか動物の毛ってやつ。 fur。 じゃあこれも5回いくよ。 fur, 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 fur。 awesome。 それからさ昨日ちょっと新しいのやったよね、これ。仕事するとかお仕事っていう意味 work。 これはフッフッフッ、こうよね、ふー、舌をふー、この W はふーって縮めてから work だね。じゃあこれも5回いくよ。 work, 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 work。 awesome。 それからあとさ、まあ、今までやったのがこの r って音だったけれども、それからさ昨日はさまた新しい音をやったよね。どんな音だったかっていうと、このWhat っていう時のこの ah って音で、これの出し方だけれども、これはさ昨日やったばっかりだからもう一回ちゃんとあのちょっと簡単に言うと、まずは下の顎をグッて下げる。でその時に口全体を例えば横に大きく開くとか、こうやってあの上に上下に開けるんだけれども、ついでになんかさこの唇とかもビーってか大きく開けるとかじゃなくって、この顎の骨をここだけを下げるようにするの。あ、ははははは
ほら、なんか別に歯とか出てこないじゃない、これ。これ剥げるだけ。これで下げて、でそうすると、まあ、下がるとさ、歯も一緒に下がるじゃない。で、その下がった歯と上の歯の間に余裕で2本指が入る。3本は入んないかもだけど、3本入ってもいいかもしれない。でも、顎外れないように気をつけてね。それで、これで、あーってなるじゃない?で、まずはさ、このまま、ただ、下に顎を下げただけで、あーって言うと、あーって音なんだけれども、これとさっきの、この、want とかの、あーの音はちょっと違うんだよね。あーっていうのと、あーっていうの。で、何が違うかっていうとね、多分ね、みんなね、ここ、喉仏のさ、ここにちょっと硬いのあるじゃない?硬くてちょっと出っ張ってるやつ。それのね、ちょっと下、その硬いとこよりもちょっと下を触っててもらえると分かりやすいと思うんだけれども、これでね、さっきの縦に口を開けるでしょ?あー、これで、この口のまんま、今度はね、この辺から息をするようにするのよ。で、なんか、擬音が、こっち見てる。それでね、そうすると、あーっていう時に、このね、喉仏がちょっと動いて下に下がる感じなの。で、言い換えるとね、多分ね、意識的に意識、自分で考えてるのは、ここをね、あーって下げるような感じなんだけれども、っていうか、それよりも、あれだな、なんかここでね、ここから、声を出すようなつもりでやると勝手に下がってくるから、深い音になるわけ。ほいで、こうするとね、自然とね、ここがギュッて引っ張られるから、舌がね、ちょっとこう喉の奥の方に少し下がるの。だから舌の奥の方がもっと喉の奥の方にキュッて下がるんだけれども、だから舌をね、後ろにちょっと引くって考えてもいいし、人によってそこはさ、何がやりやすいかといろいろだから、下の奥のここのね、奥の部分、これ舌がこう前に出てるとすると、その舌の奥の部分を少しキューッと後ろに引っ張る感じでもいいし、あとはここでここから声を出すって「ああ」って思うと自然にそれができるし、どっちでもいいと思うんだけれども、とにかくね、深い音になるわけだから、単に口を開けるだけだと「ああ」だけれども「ああ」じゃなくて「ああ」。ほら、私の口の形見て全然変わってないでしょ。ここからね、音が出てるのよ。で、まあ、これもさ、こういうのってやっぱり自分の体のことだから、人に言われてさ、すぐにできるできないってね、ほら、体育の授業と同じよ。なんか こんなことやってくださいって言っても、それが簡単にできる運動神経のいい人と、なんか、私なんかもそうなんだけどさ、ダンスとかやってもさ、なんか、一テンポ遅れるとかさ、なんか、みんなが右手出しちゃうとこ、一人左手出しちゃうみたいなさ、そういうのってあるじゃない。人によって、簡単にできるとかできないとかって。だから、今すぐにできなくっても、そんなにね、それでね、ああ、もうダメだ、自分に才能がないとか、全然思わなくていいから、これ、ただ慣れるだけ。で、人によってすぐできる人もいれば、ちょっと時間かかる人もいるけれども、やっていけば確実にできるから。で、その時に、やっぱりね、人の話を聞いてるだけだと分かりにくいから、自分でさ、あ、こうやって言うと、喉が、下がるし、そういえばさっきあやさんが言ってたみたいな、ちょっと深めの音が出てるなーとかっていうのを少しずつね、自分でね、ある意味ね、研究していくわけよ。そうやっていくと英語の発音とかすんごいよくできるようになるし、であとね、もう一つ、これ前もちょっと言いたかったなと思ったんだけれども、私ね、英語だけじゃなくてスペイン語もできるので、スペイン語と英語ってね、結構似てるのよ。そこがさ、なんかなんていうのかな、まあ、スペイン語も英語もみんなヨーロッパの言葉だから結構似てるとこがあるんだよね。どう似てるかっていうとさ、例えば学校っていう単語、スクールっていうじゃない、あれ英語だとスクールって言うんだけれども、スペイン語だとね、エスクエラっていうのよ。なんかスクエラのとこ似てるでしょ、初めにエがつくんだけれども、エスクエラとかね。で、なので英語ができると、他のヨーロッパの言語、例えば私はスペイン語だけれども、あとスペイン語ができるとフランス語もできるし、イタリア語もできるし、ポルトガル語もできるし、あと英語とドイツ語って似てるらしいのね。私は全然できないけれども、でドイツ語とかオランダ語とかも似てて、あ、そういえばね、うちに前にオランダの人が来てたのよ。で、
あのうちそのものにいたんじゃないけど、うちの三軒隣ぐらいのところにオランダ人のね、多分大学生ぐらいの子があのホームステイをしてて、でその時にちょっと力仕事を手伝ってもらうんで、オランダ人の子来たのよね、うちに。ほんでさ、もう英語完璧なのよ。で、なんでかっていうと、オランダ語と英語ってすごい似てるらしいのよね。だからそうやってね、英語ができるといろんな他の言葉ができてくる。で、似てるからできるっていうのがまず一つあるんだけれども、それだけじゃなくてさ、今みんなさ、こうあーとかなんかふーとかさ、いろいろ自分の口の形のこととかさ、あの今まであんま考えたことなかったでしょ、日本語を勉強してるときって。だって自然に身についてってるから。だからあんまりね、そこにみんなこれまでね、何も考えてなかったと思うの、自然にやってたから。でも英語にしろ他の言葉にしてもね、自然に身につくっていうよりは、なんかさ、ちょっと努力をして、あの書く勉強も多少は必要だし、それからいっぱいこうね、口を使う練習をしたりとか、あと聞く練習をしてとか、そうやって慣れていくっていう、そういうそのなんていうのかな、学ぶっていう、そこのね、体験そのものを一回英語でやると他の言語もね、結構楽にできるのよ。なんか私なんかスペイン語は大学でやって、大学1年間やって、大学2年の夏ぐらいにはもうスペインに行ってさ、なんかスペインで語学学校に行ってたんだけども、その語学学校も一番上のクラスに入って、でも普通に割とね、普通に、スペイン語できたりとかしたのよ。で、そういう風にさ、一つ外国をできると、次の外国をね、すごい簡単にできるから、だからそういうのもあるから、ぜひね、みんなにはね、今ね、英語をね、せっかくほら、どうせ学校でやんなきゃいけないじゃない。だからどうせやんなきゃいけないもんだったら、うまくできるようになって、楽しくできるようになって、それでね、それがまたその次の他の言語もしやりたければだけれども、そういうのにもね、役立つといいなと思ってるの、というわけです。で、今日はさ、今ちょっと簡単に復習したけれども、じゃあ今日はね、それ以外の今までもらった質問にまず答えていきたいと思うのね。で、何人もの人から質問もらってすごい嬉しかったんだけれども、じゃあまずはじめ、先生はいつから外国で生活したいと考えていましたかって質問をもらったのね。でね、どうだろうなって思うんだけれども、実はね、私すんごいちっちゃい頃、多分ね、3歳とか4歳ぐらいの時に、なんかね、自分がこの国に、なんか生まれた国を間違ったっていう、なんかね、そういう気持ちがすごいしたの。でさ、3歳とか4歳の頃ってさ、例えば日本とかさ、カナダとかさ、そんなさ、国とかよく分かってないじゃん、ちっちゃいから。なんだけれども、なんかね、なんか間違った国に生まれたっていう気がしたので、私別にさ、そんなに周りに外国関係の人がいるわけじゃなくてさ、例えばね、なんか親の仕事で海外に住みましたとか、そういうのもないから、なんか海外とかってよく分かってなかったんだけれども、なんかね、違うなっていう気がしてたのね。でも気がしててもさ、だからどうってわけでもなくて、普通になんか日本で中学高校行って大学も行ったんだけれどもさ、なんかそういう思いがちょっとあったわけで、あとは、英語をやり始めて、で、前もお話ししたけど、中1の時はできなかった人じゃない？で、中2になって、英語すんごい好きになって、で、それでなんか、なんかこれをね、もっとやりたいって思ったわけ。英語自体をもっとやりたいって。だから別に海外に行きたいとかじゃなくって、そこから先はね、私の場合は単に英語をなんかもっとできるようになりたいって思って、それでね、そう、これはね、ちょっとお話ししたいなと思ってたんだけれども、私、中学1年から2年に上がる時の春休みにすごい英語に目覚めて、で、そこから中学2年の間ずっともうほとんどなんか英語好きの生活をしてたのよ。で、もう、いつもさ、こうなんかイヤフォンつけて、なんか英語を聞いてて、で、学校の行き帰りとかもさ、電車の中でもずっと聞いてるし、実は学校の授業中も結構聞いてたりとかしてさ、今だから言えるけど、なんか先生の目を盗んでずっとこうやって聞いてたりとかして、で、あとね、私の行ってた学校は制服がなかったのね。で、なんかリュックとか背負ってたんだけれども、で、それにね、いつもなんかちっちゃい単語ノートと、それから辞書と、で、みんなはさ、もうなんか今21世紀の新しい時代を生きてるから違うと思うけど、私の時代はさ、紙の辞書だったわけ。で、その紙の辞書のちっちゃいのと、それからあとね、カセットテープとかってもうみんなわかんないと思うけれども、そういうね、なんていうのかな、録音するのがあったのね。で、それをいつも、ね、ウエストポーチに入れて、なんかリュックだけじゃなくて、ウエストポーチのすぐ背に届くところに、そのね、
英語を聞くやつ、カセットテープのやつと、それから辞書と単語帳と、それからまあペンを入れてさ、いつもそれを持ち歩いて、でいつも英語を聞いて、で何かがあると辞書で調べて単語帳に書くみたいなさことやってたって。で別にさ、それがね嫌じゃなかったの、私の場合は。だってもう英語やりたくてしょうがなかったから。でもっともっと知りたいことたくさんあったからさ。でそうやって1年やったらすごいやっぱ英語できるようになったわけよ。でもともとはさ、学校の英語の授業もついていくのは必死だったというか、あんまついていってなかったんだけれども、それが1年後にはもう学校の授業なんて簡単すぎてダメみたいな感じになって、それでね、そこからが私運命って面白いなと思うんだけれども、ちょうど今度中学2年から3年に上がる春休みの時にね、新聞の広告でね、あるものを見つけたので、それ何かっていうと、オーブン社っていう出版社あるじゃない、なんか参考書とかいっぱい出してる、あそことね、海外にこうホームステイとかを斡旋する会社、その会社とオーブン社、その留学系の会社とオーブン社が一緒にね、なんか学生を、中学生とか高校生とかを1ヶ月アメリカに連れていくっていうのをやっててね。でそれも10人ぐらいかな、その連れてく人はもっと何十人かいたんだけれども、10人だか15人だか20人だかくらいはタダで連れてってあげますっていう広告が出てたのよ。それでさ、タダで行けるなんてすごいじゃない。でだから気になったんで、その広告は取っといたの。でも取っといたんだけど、私さすごい自信なくって、自分にまさかそんなもの自分が受かると思ってなかったのよ。だってほらね、別に海外に住んでたわけでもないし、英語はちょっと前まであんまできなかったわけだから、なんかそんなの無理と思ってて、でなんか無理だと思ったらさ、なんかわざわざね応募するのも無駄かなと思って応募してなかったの。なんだけど、その広告これくらいのさ新聞を切り取って置いてたのよね。でさ、やっぱりすんごい気になって、で見たらなんかね、締め切りまでね2日とか3日ぐらいしかもうないみたいな時だったのね。ですんごいやっぱ気になったんで、その受付の事務所に電話をして、今から応募したいんですけどって言ったのよ。そしたらさ、なんか言う、まずね応募用紙を送ってくれるって言って、でなんかその向こうの会社が指定した応募用紙にいろいろなんか住所とか名前とか学校とかさ、あとなんでそこに行きたいかとか、そういうの書かないといけないらしくって、今だったらほらそんなのなんかさインターネットとかでさピーって送ればできそうじゃない。でも私の中学校の頃はさ、そういうのなかったから、そのまず応募用紙を送ってくれます。でそれを今度はでね、私すごいそれはラッキーで、すごい幸運だったなって思うのは、その会社が東京の都内にあったので、私も東京都内の学校に通ってたのよ。それでその会社の人が、じゃあまずあやさんの自宅に速達でそのね書類を送ってくれるって言ったのよ。別にさ、そんなことしてくれなくていいのよ、速達の方がさ料金かかるのに。なのに、ね、すごい親切ななんか受付の人が速達で送ってくれるって言ったのね。で送ったのを、あなたが、あやさんがこの会社の事務所まで手で持ってくればまだ間に合いますよって教えてくれたのよ。そんなさ、別にもう今からじゃ間に合いませんよ、残念でしたねってガチャンって切ったっていいのよ、全然向こうの人は。なのにね、すごい親切で、誰かもわかんないんだけどさ今では。でその人がそうやって教えてくれて、今から急いで送るから、それすぐに書いて手で持ってきてくださいって言ってくれたの。それでさ、それをやったわけよ。でなんか英語の筆記試験があって、紙のペーパーテストがあって、でその後に面接があって、で面接もさ、日本人の人との面接と外国人の人との面接があってさ、私外国人と話すなんてそんなほとんどしたことなかったのよ。学校に英会話の先生いたけれども、まあ、週に1回の授業だし、1クラス50人ぐらいいるからさ、別に毎回なんかその先生と英語で喋れるとかじゃないのよ。なんだけれども、なんかその時さ、そのいきなり外国人の人と面接とか言ってさ、でもそこでね、いろんなことが言えたの私。それでなんかその外国人の面接の人には、君はなんか帰国子女なのかいとか英語で聞かれて、でいえいえいえみたいな感じ でそういうね、受かっちゃったので、なんかそれがあったんで、まあ、中学2年の終わりの春休みにそれで受かって、それでね、中学3年に上がった時の夏休みに1ヶ月ね、アメリカのシアトルってとこにフォトになったのね。でシアトルっていうのはさ、すごい大雑把に言うと地図で書くと左上あたりにあんのよ。でそこに行ったらさ、またすごいそれがよくって、でなんかね、こう親の家を離れてさ、
あの同じぐらいの年の子たちと一緒に過ごすとかっていうのは初めてだったし、その時はねシアトル大学ってところの学生寮にみんなで住んでたのね。でなんかそういう生活も楽しかったし、それからあとね、あのそこでもやっぱ語学学校に行ってクラス分けされるんだけれどもさ、私中学3年で一番年下なんだけれども、やっぱその時も一番上のクラスに入って、それでさ本当になんか外国に行くのも初めてだし、なんかたくさん周りに外人がいるのも初めてだし、でもなんかねそれがすごい楽しかったので、あとあのシアトルって実はね今私が住んでる場所から結構近いんだけれども、ここら辺ってね夏がねすごい気持ちいいのよ。なんかさ日本の夏ってさ、あの、まあ、人によって体質によるけれども、なんか蒸し暑くってさ私すんごい苦手なのよ。で毎年なんか夏休みってさなんか学校もなくて楽しいんだけれども、でも暑くて死にそうみたいな、それがこの辺はね夏がねあのとっても気持ちいいのね。あの湿度が全然なくって、ほら日本ってさ湿度がなんか何十パーセントとかあってムシムシするじゃん、ジメジメ、あれがないのよ。カラッとしてて気持ちよくって、しかも気温もねここはやっぱカナダだし、まあ、シアトルもこのカナダにすごい近いところで結構北の方にあるので高くてもね30度ぐらいまでしか上がんないのよ。なんか日本とかさ、まあ、東京とかだけれどもさなんか下手すると38度とか行くじゃん。でそれってなんか私死にそうになるんだけれども、でこっちはさその暑くっても30度、普段はなんか20何度ぐらいでさ湿度がゼロみたいな感じで、もう超気持ちよかったわけ。こんなとこが世の中にあるんだ、世界にあるんだみたいに思って、それでなんかまた絶対アメリカに行きたいみたいになったの。だからまあ、その時はやっぱりねそのアメリカってところが素敵だなって思ったのと、あとはでもやっぱ英語やりたかったんだよね。もっと英語できるようになりたいと思って、それでねまたそのそれがまあ中3の夏休みじゃない、で中3の夏休みに1ヶ月シアトル行った後に、この中3の秋になって交換留学の試験っていうのをいろいろ受けて、で交換留学ってね一番なんかあんまりお金をかけずに気楽に留学できるいい方法だと思うのよね。で高校で自分の学校からまあ、交換って言うけど、交換って言うとなんかいかにもこういう風にさ自分がどっかに行く、でその行った先から相手が自分のところに来るみたいに思えるけれども、別にそういう意味でもないのよ。交換っていうのは文化の交換とか文化の交流って意味なので、もちろんね本当にこうぴったり行く来るみたいにしているプログラムもあるんだけれども、結構そうじゃないのが多くって、でだから私もそれで交換留学っていうので今度ねだから中3の秋ぐらいに交換留学の試験を受けて、それでめでたく受かって、でその時もね奨学金をもらえたんで、ほとんど家のさ親の負担もなく、お金の負担もなくってね、それで留学をすることができたの。それが中3の秋に受かってから、よ次の年の高1のいくつぐらいだろうな、8月ぐらいかなから1年行ってきたの。なんで8月かっていうとさ、アメリカって学年の始まりが9月なのよね。だから9月の学年の始まりに間に合うように8月に行くみたいな感じで、だから日本では高校1年生を、4月から始まって8月っていうか、まあ、夏休み前までやって、そこからアメリカに1年行ったみたいな感じなんだけれども、で、まあ、そんな感じでさ、なんかこうやっぱりもともとその一番初めに話を戻すと、すんごいちっちゃい頃になんか自分はここじゃないところが いるべきいるはずの場所だっていう気がしたんで、っていうのと、あとむちゃくちゃ英語が好きになったんで、別にアメリカの文化に興味があったとかっていうほどでもないの実は。それよりも私は単に英語がやりたかっただけみたいな感じなんだけども、まあ、そんなのがあってね今に至ってますみたいな感じなの。それでね、じゃあそれがまず一つ目の質問で、あ、でその次の質問がねすごく面白い質問で、後ろでアレンとギヨームがなんかやり取りしてる。なぜかというとね、ギヨーム兄さんはね今ね半分うちに居候してるのよ。なんかもともとね、Yeah, okay. Well, I'm still in the middle of the session, so okay, awesome. あ、じゃあね、今日はね、後でギヨーム兄さんが来るって言ってる。で、どう、なんでそんなことになったかっていうとね、彼は本当は、ほら、今、2年間カナダにいるっていうことになってたじゃない？でも本当はね、4月ぐらいからメキシコに行くはずだったのよ。それがさ、このコロナの関係でメキシコに行くとかっていうのができなくなって、でももうメキシコに行くと思ってたから、もともと借りていた家をね、
あの引っ越して出ちゃったのよ。でもその出るって決めて、でその家を貸しててくれた人も他のなんか次に住む人を見つけちゃってたから家がなくなっちゃったのよね。それで、あの うちにねちょっと離れたところに一つこう部屋があるので、そこに今ね泊まってるので、まあ、いつまでいるのか分かんないんだけど、とりあえずまだいるみたいな感じで。それでじゃあね、あのあやさんが住んでる場所はどんなとこですかっていう質問があったので、それをねちょっとねお見せしたいなと思ってます。ちょっとね地図を見せるので、これ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 、はい、地図です。見えたかな地図が。それで これなのよね。で今さ、ここ、これがね私の住んでいるソルトスプリング島っていうとこなのね。ソルトってさ、あのソルト&ペッパーなんて言ったりするけども、塩っていう意味で、でスプリングって春って意味があるじゃない。でも春っていう意味以外にさ、あのほらバネのこともスプリングっていうじゃない。でこうなんかね、こう勢いよく出るもののことをスプリングっていうのよ。で泉とか温泉とかって意味があるのよ。例えばさ、温泉っていうじゃない、日本でよく行くあれってね、ハートスプリングっていうのよ。ハートっていうのはさ、それこそ昨日ちょっと見たホットってやつ、あどこに行っただろう、ちょっと今すぐに出てこないから、あーでも見せたいな、でも出てこないや、まあいいや。 hot って昨日やったじゃない、暑いって意味で、 hot spring で暑い泉っていう意味で温泉になるのね。で、あのうちは、まあ、別に温泉があるわけじゃないんだけれども、あ出てきた hot、 まあいいや後で見せるね。で、あの温泉があるわけじゃないけど、昔はね、あの塩味のする泉があったらしいのよ。それでね、 salt spring island ってとこ でそれはどんなところにあるかっていうと、これで見えるかな、ここにね、バンクーバーがあるの。で、バンクーバーっていうのは、あの2012年かな、今から8年前に、あの冬のオリンピックをやったとこなのね。で、これがバンクーバーで、でね、もうちょっとこうすると、ほら、ここ、赤い線が走ってるでしょ。このピーって走ってて、で、ちょっとなんか今邪魔なのが出てるけれども、ピーって走ってて、でこういう風になってるこの赤い線。これがね、アメリカとカナダの国境になるの。それでほらアメリカとカナダの国境ってさ、すごいあの人工的に引いてるから、ここずっとまっすぐなのよ。ずっとまっすぐで、もうちょっと、もう一回大きくするね。もうあのずっとまっすぐで、ここ島のところだけこうやってあの下に行ってんのよ、国境が。でさ、こうなんで下に行ってるかっていうと、ここに大きい島があるからなんだけれども、この大きい島っていうのが実はさ、あのこの私のこの後ろに見えてるやつなの。これ後ろにさ見えてるの、今ちょっと見にくいかも、後でもう一回あのこのスクリーンシェアをやめたらまた見えると思うけれども、この後ろってさ、あの湖みたいに見えるけれども、実は海なのよ。なんかね、瀬戸内海みたいな感じで、ほらあのちょっと待ってね、もうちょっと大きくすると、うちがあるのはね、この辺なの。この辺にうちがあって、今ねみんなはねこんな感じで見てるの、こんな感じで。だからあの後ろに見えるのはこの辺なのよね。でこれっていうのがあのバンクーバー島っていう島の大きな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 この島の一部になってるわけ、この辺ね。それでさ、シアトルって、あの私がその中学3年の時に行ったシアトルって、ね、ここにあんのよ。これがシアトル、ここがシアトル でね、シアトルから一番近いこのカナダの町がビクトリアってとこなのよ。ここのビクトリアで、このねビクトリアに実は私はそのシアトルであの中学3年行った時にね、日帰りで遊びに行ったことがあるの、フェリーに乗って。でそのフェリーに乗って行って帰ってきたっていう思い出があるんだけれども、まさかさ、それから何十年か後にそのビクトリアがすごい近いこんなちっちゃい島に住むことになるとは思わなかった面白いよね。それでね、ほらこれもっと大きくしていくとこんな感じ、これだとこんな感じで、ほらバンクーバーがここで、うちもこの辺りだけども、じゅん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 ずっと横に伸ばしていくと、実は北海道よりもうちょっと北にあるんだねっていうぐらい結構北です。でもね、あのほら海流ってあるじゃない、あの海流が流れてるおかげで結構あったかいの、この辺りは。まああったかい人もさ、夏の気温の最高気温が30度だから大したことないったら大したことないけれども、とりあえずね、カナダっていうとみんななんかさ、すんごい雪が積もってるみたいな印象を持つと思うんだけれども、よく言われるんだけれども、このうちのあたりはね、あったかいの。でも、カナダでももっと真ん中のあたりに行くとね、本当に
なんかねすごくって、冬はマイナス40度、夏はプラスで40度みたいな、なんか夏もめちゃくちゃ暑くなるし冬もめちゃくちゃ寒いみたいな、さなんでそんなとこに住んでんのみたいなところがね結構あるみたいよ。で、まあ、こんな感じなのね。でこれが私の住んでるところです。で、あとね、あとはね、あ、そうそうそう、だから今見えるようになったかな、この後ろにさ見えてる山みたいなのがもうねバンクーバー島っていう隣の島なのよ。で、あとはね、おすすめの聞き取りやすい洋楽はありますかって質問があったのね。でね、ないわけじゃないんだけれども、その英語の勉強のために洋楽を聞くのであれば、まずはね自分の好きなものをね聞くのが一番いいと思う。なんかさ、これ勉強だから頑張ってみたいに思うよりは自分の好きなものっていうのが多分ね一番いいんじゃないかなって思うの。ただあとはさ、自分が真似して一緒に言うのに言いやすいかどうかってあるじゃん。すんごい歌詞が早いみたいなのだとさ、なんか早口言葉みたいになっちゃうじゃない。でその早口言葉もね楽しいと思うんだけれども、まだそんなに慣れてなかったらもうちょっとゆっくりの曲とかいいと思うの。この間ちょっと話したサウンドオブミュージックって映画の、ドレミの歌ってあるじゃない、ああいうのとかさもいいし、あと今だったらほらディズニーのさいろんな映画とかあるじゃない、ああいうのでもいいと思う。そういう方がさ少し子ども向けだからもうちょっとね簡単だと思うのよね。 でも本当にね自分の好きなものが一番いいと思う。で、でさ、歌詞ってそのリズムに乗せて音に乗せていくから必ずしもなんていうのかな、みんなが一番よく使う言葉だったりとかを使ってるわけじゃなかったりとか、例えばなんかこう正しい文法で書かれてるかっていうとそうじゃない時もあるんだけれども、そういうところはねそんなに気にしなくてよくって、歌で英語を練習するっていうのはあくまでもこう口を鳴らすとか耳からたくさん聞くとかそういうところが大事だから、そういう意味でね本当になんか何度も何度も聞いてて楽しいなっていうのがいいと思う。で、あとはねもう一つの質問は L と R の発音をもっと上手に発音したいって言ってて、言ってくれた人がいて、でそれはさ最近今やってるじゃない。でね、R の発音まだまだ続くからお楽しみにって感じなんだけれども、まだまだ続くからね、もっとね R の発音って深いのよ、いろいろ。例えば Bird ってやったじゃない。でもあとさちょっと昨日ちらっと言ったけれども、車っていうのは Car っていうじゃない、その R って音もあるし、あとはね何があるかな、例えばさ、なんとかストアってあるじゃない、スーパーとかの。あのストアとかって、ストアって言うんで、オーって音があったりとか、あとさ、みんなも知ってる、色で赤いの、レッドって言うじゃない、あれは、レッドって言うしね、この、レッって音は、オーの、とは、ちょっと違うのよ、出し方が。そういうふうに、R の音ってね、すごい大雑把に開けると、レッドみたいに、一番単語の初めに来る時の発音だと、red って感じになるし、あとは途中にあるときは例えば car、 あこれ途中というか最後だけどさ、 car とか r みたいな感じの音なんてちょっと違うのよね。だからねその辺も含めてもうちょっとね何度かやってった方がいいなと思ってるから。で r の発音の方がさはっきり言って l の発音より難しいと思うのよ。 l ってさ一番初めの週にやって結構みんなできるようになったじゃない。だから l はもう多分みんなほぼできてると思うから、それに r の発音ができるようになったらもうね自分でその発音の仕分けるっていうのは簡単にできるようになるから。で先にね発音が仕分けられるってすごい大事だと思うの。なんかさ例えば昨日も言ったけれども、ライブラリーっていう単語、ライブラリーっていうのをライブラリーって言われてさ、ん？どこが L でどこが R？ みたいに思うと思うのよ。なんだけれども、でそれはね耳を鳴らしていくのって結構大変でさ、しかも他の人が言った他の人のペースで言われたことを自分で聞き取るってね大変なのよ。それよりは自分ができることを言っている方がね実は楽なのよね。楽っていうか簡単にまず初めにできるのがそっちだから。だから L と R の発音をね、自分でまだまだやっていくから今すぐ分かってなくても大丈夫だけれども、下の形が全然違うんだよっていうところを分かって練習していけば、そのうちねこの自分で何度もやっていけば自分でさ自分の音何度も聞くじゃない。それからどっかでいろいろお手本とかも聞くじゃない。そうすると聞く方も慣れてくるから、なんか先に発音ができるようになって、その次に、ね、聞くのが慣れてくるって、そんな感じになるのがね一番ね確実に身につく方法だと思うので、ぜひぜひこのまま続けてやってみてね。で、次の質問です。
人前で英語を話すとき緊張してしまってうまく英語が話せなくなってしまいます。どうしたら人前でも緊張せずに話せますかっていう質問なのね。でこれはねすんごいよくわかる、すんごいよくわかる。でね、まずね2つのことをちょっとね切り分けて考えた方がいいと思うのね。質問してくれた人がどうかわかんないんだけれどもさ、例えばさ日本語だったら人前で話すのは緊張するしないっていうのが一つあると思うの。例えばさ日本語でも人前で話すときに緊張するのであればやっぱりそれは英語ってさもっとさなんか緊張して当然だと思うのよね。だからまずは日本語で緊張するかどうかなーっていうのはねちょっとねそれによって違ってくると思うのよ。でもしさ日本語でも緊張する人だったらそれはまたちょっと英語とは別の話として考えた方がいいなと思うので、それはね今ちょっと触れないけれども、もしねその日本語だったら普通に OK なんだけれども英語になるとダメなのよっていう人でね、これはね2つ原因があると思うので、1つはまずね自分の口が慣れてないからすぐに出てこないとか、なんか緊張しちゃうっていうか失敗するのが怖いから出てこないみたいなさ、そういうのってあると思うのよね。でそれはやっぱりねその人前で英語っていうのはさ結構難しい話であってさ、やっぱ緊張して当然だと思うのよ。だからその前に人前とかじゃなくってまず自分だけで自分前でやってて英語がすぐに出てくるぐらいまで口の練習をするって大事なのね。そこで先週もちょっと話をしたさ暗唱っていうのがすごくいいと思うのね。特に今学校でこれからね勉強する人だったら学校の教科書暗唱したらもう学校の試験もバッチリだし、だそうやってなんかね自分 の, 好きなもの、もしくはその学校のものをね暗唱してってすぐに口からこう文が出てくる、単語が出てくるとかじゃなくて文がつらつら出てくるってところまでこう頭と口をちゃんとこうつなぐような練習をするっていうのが大事。そのために暗唱が大事っていうのが一つね。であとはね、どんなにすごいちゃんと暗唱しててもね、初めからすぐに英語はペラペラ出てくるってことはねほとんどないと思って、でねそれはねこれを見てほしいの。これ今さちょうど半分ぐらいコップに水が入ってるじゃない。でねみんなの頭っていうかね、まあ頭かなはねコップみたいなもんなのよ。でさ今英語をどん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 この中に入れてるわけで、これ入れてる最中はこのね水がまだこの辺しかなくってもここまであってもここら辺まであっても出てこないのよ英語って。そんなになんだけれどもここまで行ってあとほんのちょっと足すとねうわーって出てくるわけ。だからこうやって出てくるまではね入れるしかないので、それがさまだこの辺までしか入ってないのに英語が話せないですって言ってもそれはね当然だと思うのよ。ここまで貯めてないと出るものも出ないわけで、今はねまだこれさ一緒にクラス参加してくれてる人の中には結構もうなんかあ英語今までやってたことがあるんだなっていうのを感じる人もさ結構いるから、まあそういう人もねいると思うんだけれども、今始める人だってたくさんいるじゃない。でそれはもう今ねどれくらいやったかとかっていうのはこれからやっていけばいいもんだから、どれくらいやったっていうのはね、まあ、ある意味関係ないっちゃ関係なくって、でどん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 そうやって英語を入れていくっていうことをしていくといずれね出てくのよ。で私もね実はねあれはねまだ中学2年だったかな、もうだいぶさ英語できるようになってなんか得意なはずだったんだけれどもね、ある時ね外国の人が来るっていうんで、でそこに私も行ったのよ。で先週も話した私のおばさんと一緒でね、でおばさんは英語話せるじゃない、で私英語話せないっていうか、まあ今勉強中中学2年ですみたいな人で、それで一緒に行ったんだけれどもおばさんは喋れるわけでもさ、私さ一言も喋れなかったのよ。何にも出てこなかったので、ね言ってることは分かんのよ2人が。もうなんか向こうもね外国人って言ってもねネパールの人だったから英語がねすごいペラペラな、なんか例えばアメリカ人とかじゃないのよ。だからこの間のさフランス人のギヨームもそうだけれども、彼らの英語っていうのは、まあ、ちょっと癖があるけれども、でもねゆっくりめに喋ってくれたりするわけ。これがさまあ、アレンはさここに来て来るときはすごいゆっくり喋ってくれるけれども、普通はなんかブラッラッと喋るから分かんなかったりするけれども、まあ、ネパールの人でそんなに難しい英語を使ってなかったんだけれども、なんか私も分かったんだけどね本当に一言も言えなかったの。
何にも言えなくって面白いぐらい本当に何も言えなかったの。でね、やっぱりそれはね、このコップがねまだいっぱいになってなかったのよね。だからさ、それが私多分中学3年の、まあ、半ばぐらい、夏とか秋とかそれくらいなんだけれども、その頃はねまだ全然ダメだったのよ。それがさ、その中学3年の終わりにあのオーブン社の試験を受けた時にはさ、あなたは帰国子女ですかって外国人の、ね、面接官に言われるくらいの受け答えはできるようになってたのよね。だからあの本当にねそういう感じでね、どん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 入れてくってすんごい大事だってさ、子供だってそうじゃん。あのちっちゃい、ね、赤ちゃんが生まれてからさ、本当に喋り出すまで何年かかかるけれどもさ、その間ずっと周りの人の言葉を聞いてるわけよ。でそれと同じことをみんなはさ、もっと早回しでやってるわけ、ね、だってさ、今例えば中学、ね、1年だったとしたら中学2年とか3年ぐらいで喋れるようになるっていうのはすごい早回しじゃん、ね、子供だったらさ、まあ、3歳ぐらいになるまで、ね、そんなに大したこと言えないしさ、それをなんかもうちょっと早回しでやるのか大変だと思うんだけれども、でもその分さ、もういろんなこと分かってるじゃない。ね、学校で言われたらそう、あ、こういうもんなんだなとか、あと、あ、 No I don't って言えばいいんだなとかさ、そういうのってあの子供はなんとなくこうそこで暮らしてるから身につけていくけれども、私たちみたいに外国語として英語を学ぶ人はその分さ、大人になってて頭使えるじゃない。だからそれでね、頭を使って、あ、ここはこうやって言うんだって、例えばあのね、昨日ちょっとやって What vegetables do you like みたいに、なんかどんな野菜が好きですかって聞きたかったら、その vegetables って言葉をWhat のすぐ後につけるんだなとか、そういうのってさ、そういうルールを知っていくっていうのは、あのちっちゃい子だったらいずれ身につく、ずっと生活してれば。でも私たちはそういう環境にないけれども、そこの部分は頭を使って、あ、こうなんだなって分かっていけばできるようになるから、こんな感じです。じゃあこれでいただいた質問終わりなんだけれども、もし質問があれば手を挙げてほしいし、あとはね、ギヨームね、まだいるかな、ちょっと待ってね、ギヨーム呼ぶから、あの一回ちょっとマイク切るね、私の方だけ。いたいた、ギヨーム兄さんいた。ハロー、聞こえる？ハロー、はーい、オッケー。じゃあさ、私に質問でもいいし、ギヨーム兄さんに質問でもいいし、それであの英語でもいいし、日本語でもいいし、どうぞ、誰か手挙げて。あ、コタロウくん。So, コタロウ over here. はい、コタロウ。はい。ギヨームさんはどうやって英語を覚えましたか？ Oh, so, Guillaume, how did you learn English yourself? Okay, good question.I learned English at school, and I really get fluent practicing in another country. I went 1 year in Australia, and then 2 years in Canada. That's where I really learned. すごいいい質問ありがとう。一応ね、僕も学校では英語勉強したの。なんだけれども、一番ね、英語力が伸びたのは、あの英語を話してる国に行って学んだっていうか練習して伸びたのね。でカナダに今2年いるじゃない、もうすぐ2年目が終わるとこでもうすぐ帰っちゃうんだけれども、でその前にもね、オーストラリアに1年いたの。 And by the way, how many years of schooling or studying English? In France, we study English since I think from 10 years old, so about, I would say about 10 years at schoolAnd it gives the basics, and then the best way is to practice in the English country. So also just to make it clear, you start studying English around 10 years old. Yeah. And then for how many years? Well, it depends on how, yeah, you know, how much schooling you would have. Yeah, so the minimum it would be 10 years. For 10 years, you go to school until like you're in your 20s?Well, I would be like starting at 7 or, yeah. 7 years? Yeah. Oh. 7 years old, like this little? Yeah. Oh, wow.
あのね、じゃあ学校で英語勉強し始めるのはいつなのって私から聞いたのね。だってほらみんなさ国によって違うかなと思ったから、そしたらなんかね微妙にいい加減だったんだけれども、答えが初めは10歳ぐらいからって言ってたのね。でそれからね10年ぐらい学校で勉強するって言ってたから、でも10歳から10年ってさ20歳になっちゃうじゃんって、みんなそんな学校行くのって聞いたら、うん、じゃあ違うかもって7歳ぐらいからかなとか言ってた。でも7歳ぐらいから、まあ、10年ぐらいは勉強するらしいよ。Do you learn English at school as well? じゃあ、コウタロウ君に質問だけれども、みんなもさ、学校で英語勉強するの？あ、します。Yes. Yes. Good. 何歳からやってる？11歳から学校でやってて、あ、9歳からって。あの小学5年生かっこ9歳からあのやってて、そんであのあ学校であのやまだあのやってます。うん。Well, kids in Japan, they start studying English at in fifth grade, so around 11 years old. Okay. Mm. All right. Well, thank you, Kotaro-kun. Do you have more questions? まだある質問？いや。大丈夫？あ、大丈夫です。うん、またあったら手を挙げてね。Thank you, Kotaro. Thank you. じゃあね、みのりちゃん、お願いします。みのり。Hello, みのり。好きな野菜は何ですか？ What's your favorite vegetable? What vegetable do you like? I like broccoli. 聞いた今の。Say that again. Broccoli. 聞いた？もうこれで二人目だね。Well, I asked you to repeat it because Alan also likes broccoli. That's his answer too. 面白いね。そんなにみんなブロッコリー好きなのね。これね。ほら、ブロッコリー。信じられない。Well, if you could ask her that. Well, what is yours? じゃあみのりちゃんの好きな野菜は？トマト。Tomatoes. Oh, yeah. Tomato is good. うん、トマトも美味しいよね。All right. Thank you, Minori-chan. じゃあね、リコちゃん。Rico over here. Hello, Rico. Hello. フランスに帰ったら何の仕事をしますか？ Ah, what kind of work are you planning on taking up once you go back to France? I would love to build, keep building some dome and made out of wood. 英語は使うんですか？ Are you thinking of using your proficiency in English? Well, in France, there would not be many people that would make me work in English because nobody speaks English there.But if I keep working in Canada, I would use English for sure, yeah. うん、フランスだとね、あんまり英語を喋る人がいないから、英語喋れてもあんまり役に立たないんだよねって言ってる。で、仕事としてはね、あの木でこうドーム状のものを作るっていうのをね、彼はね、前からやってて、それをね、続けてやっていきたいなって言ってる。And you, what do you want to do when you're gonna grow up?じゃあ、リコちゃんは大きくなったらどんな仕事したいの？アナウンサー。あー、アナウンサー。Like a TV anchor person. No. Oh, I'm sure you would be good at that. うん、すごい、あの、合ってると思うよって。そういえばね、あの、私の友達でね、2人ぐらいテレビのアナウンサーやってる人がいる。あの、やっぱりあの話し方とか綺麗だよね。ぜひぜひ頑張ってね。じゃあね、Thank you, Riko-chan. Thank you. じゃあね、あっくん行こう。So, あっくん over here. Hello, あっくん。Hello. 今何歳ですか？ How old are you? How old do you think I am? じゃあね、How old do you think I am? 何歳に見えるって、何歳だと思うって。逆質問。45歳ぐらい。Oh, 45. You look mature. I'm 25. わかった今。I'm 25って言ってた。25.
25歳。あ、25か。だいぶ老けて見えるみたいですね。I think European looks older than Japanese. あれだよね、あの日本の人ってさ若く見られるから、海外に出ると反対にね、私たちから見るとこうあのヨーロッパ系の人ってさ年寄り見えるよねって本人が言ってます。How old are you? How old are you?9歳で。9 years old. 9 years old. Wow. Big boy. Big boy だねって。大きいねって。All right. Well, thank you, Akun. じゃあね、次ね、ゆくもちゃんが手を挙げてくれてるかな。ゆくも over here. Hey, ゆくも。Hi, ゆくも。はい。小さい頃になりたいと思ってた職業は何だったんですか？What was the kind of professional occupation that you wanted to do when you were growing up? Oh, many. But I remember when I was very young, I wanted to be an archaeologist. Archaeologist? Yeah. Oh, wow. すごい難しいのが来た。あのね、まあちっちゃい頃はいろいろなりたいものあったんだけれども、archaeologist になりたかったって言ってた。archaeologist ってね、考古学者って意味なんだけども、well, if you could explain what archaeologist is or does, it's looking in the. ちょっと今それ何って聞いてる。In nature for all trace of animals or civilization, discovering like.Very old ancient monuments that are buried under the ground, or fossil, dinosaur bones, skeleton, things like that. 今ね、いろいろ言って、一応ちょっとメモを取ってたんで、メモを見ながらね、言うとね、nature、自然の中に入っていて、それでね、animal、動物とか、あとね、civilization、これはね、文明って意味なんだけれども、古代文明とかあるじゃない？その、そういうね、文明とかのこう遺跡を発掘したりとか、あとはね、なんとね、なんて言ったかな、fossils。fossils ってのはね、化石のことね。で、あと、dinosaurs、恐竜とか、そういうのの骨を発見したりとか、そういうなんか土掘る系のことをしたかったみたい。Well, that was a very interesting question. Yeah.What do you want to do? じゃあ、ゆくもちゃんは何したい将来？獣医になりたいです。Ah, she wants to become a veterinarian. Oh, great. Like Alan. アレンみたいな獣医さんだね。でも猫アレルギーです。Ah, but she's allergic to cats. あ、でもほら、馬専門とかできるじゃん。大丈夫。いいね、楽しみだね。何？馬はちょっと難しいのかなと思ったけど。あ、本当？なんで？だって馬の体ってだってもう足がもう動かなくなったら死んじゃうもん。そうだよね。でも足がさ動かないかなって思われてた馬を助けてあげて足が動くようにしてあげるお医者さんとかに慣れてもいいかもね。わかんないけどさ、まあゆくもちゃんがねなりたいタイプの種類の獣医さんになれたらいいね。 Well, thank you, ゆくも。 Thank you. That was a very sweet question. じゃあね、なぎさちゃんお願いします。はい、なぎさ over here. Hello, なぎさ。はい、昨日の夜ご飯は何ですか？That's a very interesting question. What did you eat for dinner last night? Oh, I ate curry. One of my favorite meal. わかった？あの、so in one word, what was that? Say that so that they curry. Can guess. One more time. Curry. 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 Curry.カレー、カレーだって。カレー、カリー maybe カリー、yeah. What did you eat? じゃあ、what did you eat? なぎさちゃんは何食べた昨日？混ぜ寿司。
It's kind of like stir-fried rice, but without stir-frying. It has a lot of vegetables and stuff like that. Oh, and it's also called sushi. Okay. Yeah, but it doesn't have to have raw fish. Oh, yeah. Yeah. Sounds good. うん、美味しそうだね。いいね。ありがとう。ありがとう。バイ。じゃあね、次ね、たまきちゃん行こう。たまき over here。Hello, たまき。Hello. フランスのどこ出身ですか？Where in France are you from? I am from the south of France, in the middle south, in a city called Nîmes. How do you spell that?N-I-M-E-S N-I-M-E-S Yeah、うん、ね、南の、フランスの南の方で、で、ちょうどね、フランスのこう、右左を分けたら真ん中あたりの、南の方で、ニムスってとこなんだって。N-I-M-E-S って書く、ニムスってとこなんだって。Wow!There are a few people who are flipping through Atlas and also the globe and... あった? She actually found it. Oh, great. Yeah. Good. Where are you from? So, Tamaki-chan, where are you from? どこ出身? 東京の国立市っていうところ出身。 So, she's from...Tokyo、mm-hmm. and within the big Tokyo metropolitan area there's this city called Kunitachi and that's where she's from、okay. which is kind of like western part. All right. Yeah. Great. Arigato. Thank you. さあ、他に手を挙げてくれている人はいるかな？あと渡辺美希さんのところお願いします。 So his name is actually Keisuke. Hello Keisuke. Hello. So you said you lived in Australia and Canada for a while, but why did you pick Australia and Canada? Good question.、うん、そう、今のね、質問はね、さっきの話ではオーストラリアとそれから今カナダに住んでるって話だけども、どうしてそのオーストラリアとかカナダって国を選んだのって、どうしてって。So, we have a visa called Working Holiday Visa that allows you to be in the country for 1 year or 2 years and you can work. You're allowed to work and like to earn some money. Like that, you don't have to save so much money like to be able to travel. You can just go in the country and find some work there and yeah, and get some money to be able to live.And Canada and Australia are the two main destination for working holiday visa in France. So that's why I pick those countries. この間もさ、ちょっとあのギヨームが来てくれた時に話をしたけれども、あのね、ワーキングホリデービザっていうビザで行ったのね。あのカナダにもそうだし、それからオーストラリア行った時もワーキングホリデービザっていうので行ってて、ワーキングってさ、あの今日もやった work って働くって意味でしょ。で、ホリデーっていうのは、まあ、休暇っていう意味なのよね。お休みみたいな。で、ワーキングホリデーっていうのは半分楽しく、あの半分遊び、半分仕事するみたいな感じで海外に行くためのすごい取りやすいビザなのよ。あのほら、外国に行って働くためにはさ、なんかその国で本当に僕、私は必要な人ですってことをいろんな形で証明しないとなかなか働けないのよね。なんだけれども、ワーキングホリデーっていうのはもう1年とか2年とかで期限が決まってて、もうそれが終わったら帰んなきゃいけないんだけれども、そういう制限がある代わりに割と取りやすいのよ。で、若い人、20代の人が割と簡単に取れるのね。で、いろんな国にあるのよ、そのワーキングホリデーのあのビザっていうのは。確かに日本もね、外国からそれで人を受け入れてるって聞いたような気がするけど、ちょっとあの違うかもしれないんだけれども、で、日本からも例えばさ、英語圏だけじゃなくてドイツに行った人の話も聞いたことあるし、フランスも多分、ね、受け入れてると思うし、いろんな国にね、ワーキングホリデービザっていうのがあって、あの行きやすいわけ。
なんだけれどもフランスの場合はその、オーストラリアとカナダっていうのがよくみんなが行くところだったんで、まあ、自分もそれでそこに行ってみようと思ったっていうのが理由でね。なんでそのワーキングホリデービザっていうのがいいかっていうとさ、普通さ海外に行くっていうと旅行になるじゃない。で旅行になるとどっかに泊まってその泊まるホテル代も払わないといけないとか移動にもお金がかかる。なんだけれどもその相手の国に行って働けないからその分さ初めに先にお金を貯めておかないと海外に行ってさ、なんしかも長い期間1年とか旅行するってなかなかできないの。なんだけれどもワーキングホリデーのいいのはそのこっちに来てからお金を稼げるから初めにさ例えば何百万円とか貯めなくってもあのとりあえず飛行機代があって向こうに行っちゃえばこっちに来てから仕事をしてお金を稼ぎながら生活をしながら でもこういうさ違う国の文化とか言葉とかを学んだりできるっていうね、そういうんでね行きやすいから行ったって言ってます。 Any other questions, Keisuke? No. Is that good?Where did you learn English? You speak good English? Where did you learn? ケスケ君は英語うまいけれども、どこでそんだけ英語できるようになったの？ I've lived in New York for 3 years. Oh, okay. That's good. That's a job. そう、ケスケ君は3年ね、ニューヨークにいたんだよね。だから英語がうまいんだよね。OK! じゃあね、次ね、ユリちゃんがすんごいあのバシバシ手を振ってくれてんで。Yuri over here.Hello, Yuri. どうぞ。Hello. 好きな歌は何ですか？ What's your favorite song? Oh. I have many favorite songs. I listen to a lot of different music. I like Indian music. I like reggae music. I like French music, and I don't know much Japanese music, but I would love to learn some.今ね、many favorite music って言ってたのね。で、favorite っていうのが好きなっていう意味で、で、まあ、music とか、あの、まあ、音楽とか、song とか、歌とかね、どんなのがあるかなって、many、すごいたくさん好きなのがあって、どれって言えないんだけれども、強いて言えば、Indian music。インドの音楽とか、あとレゲエっていう、あのね、レゲエって種類の音楽があるのね。それとか、あとはね、フレンチ、フランスの音楽とか好きだよって。で、ジャパニーズ、日本の音楽はね、僕まだそんなに知らないんだけれども、でもあのちょっと興味あるんで、これから知りたいなって言ってます。Perhaps if you could ask Yuri. What is yours? じゃあ、ゆりちゃんの好きな音楽は？音楽とか歌とか。パプリカ。パプリカ。おう。あのさ、I don't know it. うん、私もおばさんだからよくわかんないんだけどさ、パプリカってのは何なんですか？東京オリンピックの歌。東京オリンピック、東京オリンピックの歌。言ってます。東京オリンピック。東京オリンピックの歌。Ah, so it's a theme song for the Tokyo Olympic Games. Ah. そうなのね。ありがとう。Thank you. Well, thank you, Yuri-chan. じゃあね、次ね、Coco ちゃん、お願いします。Coco. Hello, Coco. Hello. Hello. どうぞ。あ、いいですか？ Yeah. フランス料理で絶対食べた方がいいっていう料理ありますか？ What would you recommend? What French food would you recommend that everyone should absolutely eat? Well, bread and cheese. Bread and cheese って言ってた。うちも大好き。パンとチーズだね。なになに？うちも大好き。Ah, we like bread and cheese too. Oh, great. What about in Japan? じゃあ、日本の絶対食べた方がいいおすすめは？麺類とか、お寿司とかですかね。I would say noodles and sushi. Mm-hmm. I love those. うん、そう、どっちも僕も好きだよ。Thank you, Coco. Thank you. あとさ、さっきさ、カズとハヤと &YU までしか見えないって、そこの3人組が手を挙げてくれてたけれども、マイクオンにしていい？
じゃあお願いします。Okay, so these three boys. 好きな曲は何です？ So do you have any specific songs that you like? I like a band from France. It's called Highlight Tribe. Highlight Tribe? Yeah.ハイライトトライブっていうね曲がね、まあフランスの歌手が歌ってる曲があってそれかなって。Yeah, they play a lot of different instruments and it's a very dancing music. Very nice. 今ね言ってたのが they play a lot of different instruments って言ってたのね。で、a lot of ってさ、前さ、そこの3人組言ってくれたよね。a lot of pencils って。あの、たくさんのって意味なんだけども、a lot of、instruments って言ってね。instruments っていうのはね、楽器のことなのね。だからこの曲の中では、いろんな楽器が使われてて、それが面白くって、あとはね、dancy って言ってた。あの、ダンス しやすい、踊りやすい曲なんで、それもね、僕がその曲を好きな理由なんだって。What is yours? うん、じゃあ、あなた の, あの好きな曲は情熱大陸。It's called 情熱大陸 in Japanese, and it essentially means the passion or the passionate、continent. It's kind of an interesting name. Good.ありがとう。そうか、情熱大陸か。Thank you。じゃあね、他に今手を挙げてくれている人はいるかな？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 あっくん。あっくんがこうやって手を挙げてくれてます。あっくん、よろしく。あっくんだけ。誕生日の日はいつですか？When is your birthday?21st of June, the summer solstice. So, あのね、birthday っていうのが、あの、birth のっていうのあれだよ。th だよ。birthday ね。じゃあ、そうだ、birthday って単語もみんな言えるはずだからさ、明日またやろう。で、birthday はね、21st of June って言ってたのね。で、21st の21で、で、June っていうのはね、6月のこと。で、6月21日っていうのはね、summer solstice って付け加えてたの。で、summer ってのはさ、夏って意味じゃん。ほら、summer ね。summer。で、solstice ってのはね、あんまりみんな聞かない言葉かもしれないんだけれども、ほら、冬至とか夏至ってあるじゃない。あの、一年の中で一番日が長い日と日が短い日。で、あれをね、solstice っていうのよ。で、summer solstice って言ったら夏至のことだし、winter。winter って冬って意味じゃん。winter solstice って言うと冬至のことになるの。12月の終わりぐらいの。あ、その時が誕生日です。What is yours? じゃあ、あっくんは?12月16日。Ah, so his birthday is actually close to the winter solstice.、Mm-hmm. His is 16th of December. Oh.、Mm. 16th, 16日 of December, 12月のなんだね。Oh, thank you, Akun. Okay, is there anyone else who would like to、ask a question to Guillaume? 他にまだ質問したい人いる？いなければ、あ、いたいたいた、みのりちゃん。Okay, Minori. Hello. 好きな色って何ですか？ What's your favorite color? What color do you like? Green. Say that again. Green. わかった？Green, green ってやつ、緑。What is yours? じゃあ、みのりちゃんの好きな色は？紫。Purple. Purple, good. うん。アレンの好きな色だったね。All right. じゃあ、そんなもんでいいかな？もういないかな ？Okay. あ、ね、あっくんが手を挙げてる。あっくんさ、じゃあこれで最後で、あ、挙げてない ？Okay. いいんだよ、あげてくれてでも。でも、他にいないかなと思って。OK、大丈夫かな ?Alright! じゃあ、これでまた明日ね。OK、Thank you so much for joining us. And I look forward to seeing you tomorrow. So, あっくん、手振ってくれてたんだね。ありがとう。
Thank you. So I'll see you tomorrow. Bye-bye. Have a wonderful, wonderful day. Bye for now. 今回の動画に関連したおすすめ動画と続きの動画もご覧ください。チャンネル登録してサポートしていただけるとありがたいです。